日本中部地方長野県長野市第二地区上松上松は長野県長野市の北東部の地区。上松ま1.23.45丁目がある。郵便番号は380-0802全域が長野市役所第二地区の管内である。地区の北端を浅川が流れ、西部には上山、地月山がそびえる。 中央部を長野県道37号長野信の線が南北に貫き、北部幹線 SBC 通りが西に向かって走っている。南向きの傾斜地であり、北部は浅川の谷口にあたる。周囲は以下の大技、町長と接する。善光寺の北東に位置する長野市街地を見下ろすような比較的古くからの住宅街である。一丁目には、 長野県長野高等学校があり、その北側の SBC 通り沿いには、ファストフード店が並ぶ。長野高校の北西にある、あ松交差点は、長野市街地からの長野大通り先線、善光寺からの長野県道37号長野、品野線、吉田方面からの SBC 通り、飯綱高原や戸隠方面からの長野県道37号、長野品野線に加えて、 雲上田方面からの展望道路が集中する御さ路であり、渋滞の名所となっている。二丁目は南東向きに傾斜がきつい、関西な住宅街で、南部には長野市上山動物園や品の小根社の森が広がる。三丁目は地月山の中原にあたり、1968年頃から長野県企業局が造成した湯の屋団地が、 東南向き斜面にだんだん畑上に広がっている。この湯の屋団地は1985年に起きた地月山地滑り災害によって死者26人、負傷者14人、前半回60個という甚大な被害を被った。現在でも長野市街地からお湾城にえぐり取られた山肌を見ることができる。4丁目は3丁目に比べれば平坦な住宅地である。 中央部には、長野市立湯野屋小学校があり、地滑り災害の際には、湯野屋団地住民の避難所となった。五丁目は、浅川の谷口にあたり、半分程度は山林である。湯野屋第二団地が立地するほか、長野県道37号長野品野線に沿って、住宅地となっている。地滑り災害前の地府山。都学市バードラインがまだつながっており、 山中にロープウェイやスキー場等が開かれている様子が、見て取れる住居表示西港の区域には、地月山の山頂があり、山の南中腹には、善光寺の大納骨堂である、雲上殿が、市街地を見下ろしている。昭和30年代には、雲上殿と地月山山頂を結ぶ善光寺、ロープウェイが運行をはじめ、遊園地、動物園、スキー場、ゴルフ場、 ヘルスセンターなどを取り揃えた、市内有数の観光地となった。しかし、都学市バードラインの開通によって、飯綱高原、都学市への通過点となったことから衰退し、昭和50年代までには、こうしたレジャー施設は撤退した。その一帯は前述の地滑り災害で、都学市バードラインや沿道にあった老人ホーム、下段の湯野や団地もろとも押し流され、現在は、 防災メモリアル、地月山公園として整備されている。地区内の人口及び、世帯数は、以下の通り。現在の上松地区の範囲は、旧上見の地群上松村の範囲に相当する。地区内の長野県道37号長野品野線、SBC 通りを、アルピコ交通の以下の路線系統が走っている。地区内の長野大通り先、線、SBC 通りを、 超電バスの以下の路線系統が走っている。地区内の長野大通り先線、長野県道37号長野品野線、北部幹線を、超電バスの以下の路線系統が走っている。長野高等学校地月山地滑り観測センター、地月山の地滑り抑制、監視設備防災メモリアル、地月山公園。ありがとうございます。